マイクロフォンアクティベート。戻った。はい、ということでね、第6回かな。第6回、オールランダムヒーローチャレンジ。さっきはね、ミーポですごい偉い目あったけどね、今回頑張りたいと思います。頑張りまし。今回も 頑張りまし。よいしょ。何が来るかな。普通にやって、そのうちランダムやめてやりたいヒーローを自分で選んでやっていくことになると思うけど、まあしばらくはね、俺ランダムでいくわ。ブリストルバックか。What the fuck? ティンカー来たな。ここでティンカー来ますか。はい、そうですか。ツインカーはね、ツインカーさんはなくされたんだよね。1番がレーザー、ピュアで、ブラインド付きかな。100%ブラインドだよね。ブラインドちょっと出るの遅いんだっけ。3秒ブラインドで、2番が視界あるやつに飛んでいく。もう嫌なヒーロー2連チャンで。チャレンジ進むな。チャレンジ戻してもいいですね。ミラノやってもいいね。次チャレンジが進むぜ。チンケリの。チンケリドで、これが2発かな。2500レンジ、まあ視界ないと当たらないんだけど、なんかスモークとか使えば避けれるんだよね、飛んできたと。で、これが、今までマジックイミューン貫通だったのにしなくなったっていう。CG クリップには、CG には当たるのかな？わかんないんだけど。マジックイミューンで、OK。エンシェントとかね、枯れてたんだけど、ラン枯ダれなムくなっスたテのチェンね。とかメイポサラにはい陣や、形ほんとだ運命をよ。感じるな。苦手なヒーロー。エンドグラな。で、今度リアーム。すべてのスキルとアイテムのクールダウンを解消するのかな。マイダスとマナグツとリフレッシャー、その辺はなんか解除できなかった気がする。で、こいつが暴れすぎたせいで、ダゴンじゃないな、エセリアルベイドか。エーテリアルブレード、エセリアルベイドがなくされたね。弾速が追加されたね。速着だったのか。というわけでね、どうしよう。なんかいろんスなキルダメージが結構高いので10分とかに甘えてハプ少ない時に前出ると殺される。そうだね。まあけど3番上げしないとファームできないからな。今回1、2上げでギャンクしてみる？1、2でギャンクして遊ぶか。けどこけた時にもうどうしようもなくなるからね。1、2上げしてこけると。まあそれはそれはしゃあないかな。しゃあないかな。ノーマーキャリーもキャリーいらないって言ってね。テラーブレードにジャイロコプターいいですね。あっちはなんか STR 型やな。ナイクスなんか入れてやっても面白いと思うけどね。ナイクスでガシガシ HP 削ってやってもいい。パックか。嫌だな。嫌 だな。まあ、3番上げて。いやー、これダガ買う。いや、俺ダガ系はね、使えないんだよね。シャドウブレードティンカーやろっかな。弱いかな。ティンカーな。322？ 325 度。これなんだ？ 325 だから、250ぐらいかな。実際通るの。初期の状態で。だから合わせて550ぐらい出せるんかな。で、リアームして、これで。けど、それレベル8の時点だもんな。全部取ったっていう。まあ、これあげるか。まあ、賃あげるか。で、森ファーム、視野に入れよう。こけた時のことを考えて3番あげよう。いいぞ、減ってけ、減ってけ。どうしようかな。何あげよう。じゃ何買っていこう。ボトルスタートしていい？もう神のアイテム、ボトル買っていいかな。ミッドダイ来る？いやー、これにしよう。これでいこうかな。よし、これで230円あったらなんとかなるでしょ。500円頑張って稼ごう。いや、ボトル行かずにソウルリング行くパチューンもありますな。ヤサンってどこ行くん？リエンムチ行くェだっンとけ？枯れなくなったマン。いや、それは辛いよな。まあけど森やるからね。ここでやったら3箇所枯れるからね。別にいいんじゃないですかね。基本的にね、スキルはもう最初取らなくていいと思う。まあ、ティンカーだったら1番取ってもいいかもね。基本的になんか対面見てからとか、スキルはすぐ振らなきゃいけないってことはない。こ
これね、速攻行ってこの高台順次取るってね、面白かったりするよ。できてるな、違うわ。来てないでしょ。ここ最強、ここ最強だから、すべて見渡せるから。やべってなったら逃げればいい。俺ね、最近ここ速攻登るの好き。やんのかこら。遅れてきたやつは、もう前出れなくなる。もう行く？行くの？行こうか。威嚇するといい感じ。イリュージョン来い、イリュージョン来い。ヘイスト上げたらよかったな。上げたらよかったな。ブロックしに行けるぞ、ブロックしに行けるぞ。トレントがワード持ってるね。やばい、早くてブロックできない。早すぎるこいつ。シャア専用ティンカーだ。シャア専用ティンカーです。取れたラストヒット、奇跡かよ。ちょ、早すぎてやりにくい。なんかティンカーってさ、序盤からなんか80のダメージをかましていくイメージあるんだけど、合ってますかね。あ、あいつ攻撃力高すぎる。俺も60あるわ。あああああ、ああ、もうムカつく。ビーム打とうかな。ちょ、結構60って結構攻撃力あるな、これ。ちょ、全然俺のビームが炸裂しない。なピュッ遅い。パッカー、お金ブーストしてこの手いたらくよくないですね。あいつボトルスタートなんだけど、マジかよ。そういうことかよ。今もう絶対2分の取れるからな。ちょ、もうビーム全力で上げるわ俺。ビー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 ム打たせろや。ビームよし、変えた。よし、トラベルまで頑張るぞ。こっからあれは買いません。行くぞ。ビームフェイント入れた方がいいな、これ。1、2、ピュッ。もう両方取られたらやだか、取りに行こう。ドレントプロテクターにやられませんよ。あ、ミッド見ない、ミッド見ない。危ない、こんなもん取られたら泣いてたわ俺。靴からトラベルでいいかな。ソウルリングはもう行かないです。僕のスミービルちゃん、バーニングさんの。よしよし、これ一発芝居たるわ、これかますわ。青びかりロボ、靴運びましたね。これなんでやねん、これ痛い。3番上げた方がいいのかな。ちょ、一発も殴れてないんやけど、逆に殴られてるっていう。やる、いやー強い。これがツルーダメージ。ほら、やろ、やばい。頑張れロボット兵団、ロボット兵団。根性ねえな。ラストヒット取ってくれや、ちゃんと。もうビームガン上げするぞ。じゃあなんでミサイルを取ったの。次取っちゃうと思う。俺トップ行こう。いや、あのラストヒット取らないのは甘えだな。ちょ、あいつに当てたいんやけど、ミサイルは避けられやすいからな。もう勝ち取りに行こう。俺はこれを受けるから。あいつもやっていったな。あ、ボトム取られてんじゃねえのこれ。頼む、ロボ頑張れ。あったあった、よかった。キュポン。あ、ミッド見ない、ミッド見たい、ミッド見ない。
とりあえずこれはテラーブレードが育つのを待ってりゃ、見とりゃ見とりゃ、なんか塗るん、イリュージョンやめてくれやの、このイリュージョンだったわ、イリュージョンやめてくれやって言ったけど、イリュージョンだった。なんでや、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 てってけてやってくれます、やるじゃん、わーお、こういう時ね、すかさずウェルプレイだってね、喜ばれ、褒められてね、気分悪くする外人はね、あんまりいない。基本的にね、褒めると喜ぶ。リアームは取らない。トラベルできてくらいでいいんじゃないかな、取るの。ガバガバラストヒット。なんとも言えない。もう何も言えねえ。あ、テラブレード死んでんじゃん。なんかタイドハンターが怒ってる。ここ、あ、キャンセルしたやん、今。こう、キャンセルと右クリックを連駆使するテクニックもある。けど、これやると、アローとかさせるかおすすめしない。こういうテクもあるぞ。そこね。いっといない。いっといないんだけど、あそこ行ったん、こいつ弾速おっせえからな。まあ、やりにくいんだよね。なけど慣れたらやっぱ強いんじゃないですかね。また経験値？これ置くのはちょっと怖かった。俺には勇気がなかった。勇気が足りなかった。ちゃんと森スタックした方がいいんだろうな。前はな、なんかここにくっついてなんかやったらいけたんだけどな。パックハブルン、あれハブって V じゃないよな。隣だから言い訳立つでしょ。てんで多分もう TB 買った方がいいな、これ。これ毎度毎度あの人たちやられすぎ。おい、ちょっとタイミング、マーチさん空気読め、空気読め、出ない16らしい。やるじゃんお前、ティンバース育ってるとかやめてよ。育ってない、育ってない。ああ、キャンセルしたんじゃなかった。俺がデスプロヘッドならな、もう割れてるんだけどな。ノーティームロール。ちょ、もう TP 買う？ TP 買って俺ビーム打てる。せっかくさ、ビーム打てるようになってんだから、そうするか。もう TP 買うか。ティンカーの端、TP。おお、やる。やる。テラーブレードが序盤から暴れ、あいつ序盤から強いからな。ちょ、ミッドから何もやってないじゃんって言われないために、強っ、強すぎる、強すぎる、スグル君強いんだけど、さすがツルーダメージ、ツルーダメージエッグ。これであいつをこっちに寄させない。こっちのルーンを俺がもらう。でボトムのルーンも欲張り、いいのもらった。ボトム取りに行くぞ、ボトム取りに行くぞ。押し付けてるからいけるはず、いけるいける、取れる取れる取れる。あいつにルーン渡すな。戦争になってもいいように。いや、飲んどく。レッツゴーフォーザタワー。俺も行こうかな、一緒に。タワーに行く、下がるってこと。あ、見てない見てない、あいつ帰ったな多分。ティンバーは壊れかけてた。いや、もういいや、ミッドで。もう俺、逆にミサイルはしごい。ミサイルなんで取ったんだろうな。まあいいや、おまけだよ。ダメをしよう。おお、強い攻撃力。っていうかパックがもお留守番いないから、もっといっぱい取った方がいいよな。こいつらね、ミスにうるさいから、もう報告なかったらすぐ怒るから。見えてるやつでもね、あいつは見てねえからな。パックいないよー、いませんよー。
言ってあげると、言ったじゃんって証拠、やっぱね証拠大事だから、何の世界でもね一緒、証拠あればねなんとかなるか、痴漢冤罪も一緒だよ、その場でね証拠を集めた方がいいらしい。で冤罪だった場合告訴します的な、これ言ってあるからね、もうボトム狙われてるけど、こっちあのトップ狙われてるけどボトムが生きてるんだよね。お前もトゥルーかもしれない、しかし私もトゥルーだ。痛かったわあいつのトゥルー、けどおかげでボトムがね押せてるんで。ティンバー going bot ボッツストームヘイスト、ボクシーストームヘイスト、ごめんちょっとわかんで、バッツこれ、あートレントプロテクターずるい、トレントプロテクターずるい、あ飛んできた死んじゃ、バイバイ、よっしゃ変えたぜ、10分で変えたぞ、まあまあちゃうか、まあまあちゃうか、これから始まる僕の虐殺、いつでもヘルプ行けますよ、これから。お待たせしましたね、いつでも行けます。一緒にやりましょう、我々、そしてアルティメイトが上がる、完璧でないか、これは完璧でござらんか、いかんのか、靴買ってない、靴買ってない、あ全然マナ足んない、あれアルティメイトなんかリフレッシュされてないんだけど、買うか、あれソウルリング買おう、ソウルリング買いましょう、やってるやってる、味方がいいぞ今回は、ミッドいないで、ミッドいないで、トラブルで気をつけてね、うん、やれるかな、これ行くだけ行くか、帰ろう、分をわきまえる男やからな、ボトム割ってんじゃん、おシャドウブレイズとモンキー、モンキーってどこにいるん、ルフィがいるの、あ俺森でファームしよう、ダガーな、ダガーはな、何分でしたらいいんやろうな、ここでしょ、これ伝説のスタックゲー、プロでも難しいと言われるスタック、痛い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 、死んじゃいそう、死んじゃいそう、やっぱソウルリングないと辛いね、これおいしい、ダガ行く、いや俺ダガ使えないんだけどな、けど今回ダガないと厳しそうやな、いやどうしようかな、ダゴン買ってみるか、いやダガからダゴン行くか、I'm complete agreement。痛い痛い、もう帰ろう、軟弱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 、ちょ全然一番生きてないんやけど、なんかティンカーパックに打っておお強いとか言っただけなんだけど、そこはいけないわ、
弱い。3打3打できない。サイレンス食らってた。やばい。ほら、すまん、帰るぞ俺は。やってくれるけど俺はいかんぞ。もう助けに行けないぞ。おい、クリエ飛んでねえじゃん。そこはいけんわ。いや、クリエ飛ばしたけど無駄だったわ。でね、アルティメットこれ取るとね、マナ100がね厳しいからね、やめた方がいいらしい。ああ、クリ死んだ。このレートだったらね、ダガーなしでね、こうやってなんかフラフラしててもいける気がする。ちょ、長いんだって、解除できてねえじゃん。恥かいたわ。ほい、シフト予約にしよう。シフトを使おう今度から。決めてないやろどうせね。うわん、ピュッなんだあいつ、ラグってるぞ。忍んでったターミネーターかな。上げててよかった。すごいお金貯まるんやけどこのヒーロー。すごいすごい。あ、強い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 。ジャイロコプターが強い。でね、ティンカーで気をつけたいのがね、なんか味方のねファームするとこ潰しちゃう、クソプッシュしちゃうときあるから、その辺はね考えた方がいいとか言いつつ、俺はクソプッシュをする。なぜなら俺はクソプレイヤーだ。帰りたい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 。よしよし。でティンバ帰ってくる前にトップでファンしよう。みんなもっとダガー早く帰るんかな。俺が遅いのかな、うん、遅いんだろうな俺。許して。うおっ、ははは、やばい、食らっちゃった。買えなかった。パック、今回 TP 止めてくんのは、あいつ、こいつのアルティメイトとパックのアルティメイトだけなんだよね。それだけ気をつけてれば。だがいらねえな、これ。いらねえわ。もうビーム買おう。もう怒ったぞ。あ、間違った、これ立ち上げていかない。持ってんじゃん。あ、ちょっと待って、俺、まあ、いっか別に、いいや。俺、キー足んねえなと思ったけど、もうええわ。おお、な、やるやる。シャックルのこの範囲伸びたんだっけ。ごめん、なんかギブ出ちゃった。きた、ポーン。タイドハンターになるとめて、まだ一回見てねえな、俺。あ、生き返ってた。すんよ。あば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 あぶねえ、生きて帰れた。おっかねえ、まずい。これいらんわ。使うかなと思ったけど使うようなことねえわ。褒められたぞ、やったぜ。なんかそれっぽい動きしてたら褒められるっていう神ゲーかな。だがいらんわこんなの。使えないもん買うぐらいだったら。この前ね、アガネム CC やったんだけどね、あんま良くなかった。なぜなら使えなかったから。
選ぶより死んだもん。もう。てっ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 て。ワン。死なないでってことでしょ。セーブ言わせる。そうそう、こういうね、こう言い方が大事だよね。俺だから。なんか痛い。卵食べてたらしい。卵食べてたとかそんな言い訳初めて聞いたわ。なんか結構家が燃えてるっていうネタは聞く。頼む。アルティメイトあった。いやーよくないやろ、2人死んでるやぞ。2人死んでんねんで、どこが良かったんだよ。ダゴン、もうダゴン最強。イーブレード、いやイーブレードいらない気がすんな。ちょ、ダゴンのレベル上げよう。ダゴンのレベル上げて射程伸ばさないと俺には使いかねません。ドレントプロテクターがいるから、これも一個買おう。これね、タワーをいかに割れるかのゲームだからな。あんま育ってねえな、思ったより。まあけどこれ、グダってたら、向こう、キャリーがいないんだよね。まあ、これがちょっと強くなって、ドレントプロテクターのアルティメイトがだるくなるかな、上がりに向かえるとだるくなるかなってなるんだろうけど。まあ、大丈夫でしょう。あんま育ってねえなと思うけど、こんなもんか、この時間だから。ちょっとこれダガないと移動がだりいな。移動に関してはダガって神だなって思う。やめてや、ここ俺の聖地なのに。ルート2個はとっていいと思うよ。2個取っていい？もう取っていい？いやごめん、その判断ができないんだ俺。できねえんだ。もういける？いつも帰れるか、大丈夫だよ。これでこの間にボトムがファームしてくれるはず。やばい、襲われてる。あ、死んじゃった。うん、なんか知らんけどみんな死んだ。めでたし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 。お、なんかやってるぞ、ジャイロコプターも。いいじゃんいいじゃん。いやー、ヌークは正義だったな、この時間。あ、撃てたし。4と R と WAC だから、もう本当にね、今から始める人にみたいに WASD はやめた方がいい。本当にやめた方がいい。いや、プッシュなるでしょ。分かってる分かってる。敵のクリープがどこに来てるか分かんないってか、自分のとここを見ればね、大体分かるよ。これヒューリアの時とかもそうなんだけど。痛いんやけど。帰ろう。とりあえず無駄にマーチ出してるのは敵が来た時に守ってくれないかなっていう。すごいティンカーっぽい俺。あ、やっちゃった。あぶえ、当たっちゃった。まあいいや。ああ、あは、歩いて帰るしかなくなっちゃった。ティンカーっぽいとか喜んでたら全然最後スマートじゃなかった。
追っかけっこ殴り合いって。よかったな、生きて帰れて。俺たち、よかったな。パックもダゴン買ってるぞ。Yes? あっ。なんかね、日本人って書いててもね、全然信用してもらえないから。なんか日本カブレのやつ、ウェアボーみたいな感じで言われることもある。No, no, I can't speak English. 俺が言えるのクソみたいな英語だけだからな。じゃあ待って、行くしかない。ウッドマネージ、日本英語褒められたの初めてなんだけど、いつもボロクソに癒されるけど。なんかわけわからん英語出てきたんやけど、ホルティーホルティーみたいな。バイバイ、いけミサイル。日本人って言うと時々すげえ饒舌になる外人さんいるけど、いるなお英語の意味はわからない。いや俺もわかんない。最初はさ、必死に俺も喋るんだけどさ、だんだんなんか、あ、俺にサンダーすればよかったの。だんだんさ、俺が喋れなくなってさ、で外人同士で雑談始まるっていう、いつも悲しい絵があるから。あ、なんなん、間違ったし。リスポンドリア、もうダゴン買うのやめようかな。いや、いいよな別に。おい、できない。おい、やばい、やっぱ振っちゃいけなかった。全然足りないマナが。間違って取って取るんじゃなかった。やっぱね、この 100の差っていうのはでかいよね。150から350の差でけえわ。あいつやれるな、行ってみるか。出てこないね。楽しすぎる。Yeah, I live in Osaka. 同居住んでるらしい。イリュージョンにも飛べる。あれ飛んでなくない俺。Come on, guys. Let's just speak English, please. ピュー。無事くん、これから真剣練習してこ。いや、しないよ。おなんか死んだけど。勝手に死んだけど、敵が。あれ、このレート対天下クソ強ない。なんかもう全然使えてないんやけど俺。誰も殺さないで、俺の。やめろって言ったの。今回頑張ったぞ俺。頑張った。いや、ティンカー、いや、こっから負ける可能性あるからな。お味方からびっくりしたの。普通に食べちゃった。サンダーされおったな、あのチムベア。ティンバー、サンダーされてた。もう全然見たかった。ファーストリー、俺はリキをピックしたかった。ちょ、ミスるんだよな、アルトヨン。もう。ガンク。ガンクできるヘロ楽しいな。許してー。許さなかった。大爆しようかな。ちょ、Eブレード買ってみる。ダガーなしなんだけど俺。ダガーなしなんやけど。小学生バージョン。いいぞテラーブレード、強いやろお前。サンギアンダー社とドラムですね。これベースなんていうんだろう、素体ってか何、全体的に速攻上げできるビルドですね。
ラリアンス行ってファームするビルドと、でヤシャからマンタとかなんか行くやついるよね。サンダーがない。あー、これ使いたかった。まあいいや、強い強い、イリュージョンが強い強い。殴れ殴れ、これ殴っとけって。お金結構取られたんちゃう、俺見てなかったけど。Don't do Bristol back in Timber Bad の、やめろって言ったの。もう仕方ないよ、運ゲーだよこれ。誰とは、誰とどんな敵と会うの、どんな味方が来るのか、どんな敵が来るのか、ソロパブの醍醐味だと思ってやるしかないよね。うん、これもうプッシュできないな。なんかいるぞ。なんかいるけどあそこ行けねえわ。いや、これダガー欲しいな。けどダガー持つとな、俺絶対使えないからな。テラーブレードさんが来なきゃ始まらない。たまになんか日本語を知ってる人も結構いて、歌い出すやつとかいるからな、そういう時面白いよね。で2戦目も一緒に行こうぜとか言われるけど、1戦で頑張りすぎると疲れて、その次の試合結構グダグダになるから、やめといた方がいいよね。ティンカリンガバウ。帰っていいよ俺。イリュージョンにも飛べるよねこれ。どうすんだろう、もっと行くのかな。落としにこう一人で。あの近くだったらあそこだったんだ、危なかったな。普通にこっちから行こう。届くかな、2000円ってどこ。届く、ダメだ、届かない。うわあいつもレベル4だったダゴ。バイバックする、やばない、大丈夫これ。俺弱いんやけど、サイソードバイス買った方がいい。じゃあ、あのティンカーうざい、ティンカーしてねえや、パックうざいんやけど。強い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 、強くない、強い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 の。サンダーずるい、出たサンダー。この上で戦い続けるっていう、強すぎる、強い強い。あ、死んだ。イリュージョン勝つ、あー惜しい、勝つした。飛ぶいるなら大丈夫っしょ。大丈夫かな。俺どうしようかな。俺でも使えるのってなんだろうな。これ行こうかな。HP 増やしたいな。じゃあ臨剣行こうかな。いや、とりあえずこれ買ってみよう。サンダーが上がらない。サンダー来るか、サンダー来るか、サンダー来るか、サンダー出た。あかん、敵が強すぎた。何食らった俺、鼻水出ちゃった。ヘックス譲りやるってとこ。ヘックス、まあ、ジャイロも育ってるしね、ちゃんと全員でいけばいけるやろ。あ、もうボトルは開けないでいいんだ。アガニム、アガニム、アガニムもいいかもな。後ろからもずっとレーザー撃ってる。じゃあこれいらなかったな。
もう X 行くか。芝でもよかったな。あ、芝がよかったな。しくったかな。いや、多分割と真面目に BKB が強かっただろうな。間に合うかな。レッって言っとこう。タイマンといった。一人だけじゃん。よくない。よくないぞ、これは。キンバいない、キンバいない。じゃあ、相手じいじい言ったんだと諦めろよ。ずるいぞ。ロル、ジャパン、ドト、カッパ。カッパカッパ。ほら、俺の怒りじゃ。キュッ。もっぱつ、あ、出ない、なんも出ない。もうカスカスだ。くれ。くっそ。あと一発だったな。なんも出なかったわ。ちょ、これ帰るんじゃなかった場所。早く帰らなきゃ。おい、テラブレード死んだぞ。アウチ、アウチやわ、ほんまに。I can't wait。 これダガーか。もう隣剣やな。隣剣にしよう。隣剣にするわ。俺がもうあいつにやられないように。ちょ、イージスなくなっちゃったやん。なんか来てるな。じゃ、パックがうざいんやけど、俺ビームで死ぬんやけど、じゃ、隣剣するわ、やっぱり。じゃ、隣剣買うてきて。もう使えない。やめてや。どこもいけんくなったけど。あいつ1500ぐらいやる？もうやっぱ E ブレードいるのかな？ X 行く？いや、いいやろ、もうこれ生かしてや。このテラブレ柔らか戦車すぎちゃう。柔らか戦車だね。アスカでできてんじゃん。まあ、ちょっとマシになるでしょう。これ捨てるわ、俺。おい、こら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 。何してるの、あいつら。飛んでこないか。ベッテア、ベッド、ブリンク、ダッテア。いや、ダガはね、使えないから。日本人はね、ダガ買わないから。そういうに逃げのアイテム買わない。戦って死ぬの。ちょっと嘘ついたけど。なんだこれ。俺のスキルが出ない。壊れてる俺のドタ。ブロークンドタ。許してや。見て、キーが。ノー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 モアキー。もう鍵がない。鍵？キーが。あいつ殺しに来てな。ちょ、いいぞ、お前もキャリーか。いいぞいいぞ。俺がふざけてる間にお前たち順調に育ってくれてるんだな。嬉しいな。森でファームするわ。トレントプロテクターが俺たちのタワーを全部助けてくれてたのかっていうぐらいあれだな。減ってねえな、こっちのタワー。じゃあ、あいつもダガーだからな。あいつがさ、もうちょっとなんかキャリー的なやつだったらあれかなって。ダゴンと一番乗っても4割しか減らないティンバーさん。ティンバー2つやめるわ。じゃ、これを味方に、ほら、お前につけてやればいいんだろ、知ってるから。チンバースさんが育つとめんどくせえな、あれ。みんなで行こうって言ったのに、みんなで行けずに負けちゃうって。敵が勝てんだよ。俺がチンバースを守るしかない。ラガ買う？いや、買ってもな。
ここに置けるんだけどな。だが臨機あるからいっか、もう行くか。だが行くの今さらどうしようかな。なんかいた、なんかいなかった今。いたよな、パックいたよな。ワードがいるな、ワード買おう。ちょもうスキルが使えない。いった。ちょビームより一番の方が長いんだけど。テラブレードにつけよう。よくわかんない、よくわかんないけど敵は死んだぞ。ピュッピュッピュッあ、臨剣だ、ずるい。ちょっといろいろ頑張ったな。まあいいや、許してくれ。よっしゃー、ウルトやめて、ウルトやめて。やったぜ、生きて帰ってやった、成し遂げたぜ。あいつ、あいつレイジバイバックしたけど無理だったな。ザーマを。ここで死んだらダサいぞ。丁寧な立ち回りが求められる。ちょ本当はEブレードあったらもっとやれるんだろうな。Eブレード行くか。よいしょ。パックにも勝てる気がする。Eブレードにしよう。これいらんわ。何が何でもダゴンは買わねえからな、俺は。ダガーじゃねえ、ダガーは買わねえからな。なんかハマってるぞあいつ。なんか撃ってるやつがいる。人間危ない。あ、死んでんじゃねえぞお前。あ、ダゴン勝った。うわぁ、うぜぇ。近い。やばいやばいやばい。なんかもうわけわからんことになってる。すいませんでした。すいませんでした。テンパった。テンパった。これはひどい。あいつやれるぞ。よっしゃー、逃げろ逃げろ、許して許して許して、あったんかーい。ちょ許して許して許されなかった。あいつバイボックしすぎやろ。イーブレード買えねえな。バトルできた、よし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 。ちょバイバックできないわ俺。バイバックできない、一応言っとこ、報告まで。ローちゃんが31分。ああロッシュアップしてるね。うん、ロッシュアップだわ、ロッシュアップだ、ロッシュアップだわ。これ使うんじゃなかったな。これどこにどこに置いてんだよ。なんかいる、連携剥がれた。ウィーンって1番やなこれ。お前負けるぞそれ。こいつバカでしょ。アルティメイトはいらないわ。やりすぎくん。リフレッシャーバードな。全然育ってねえな。お前力しなくてよかったわ、ほんま。なホースタフターに。ビリビリ買ってもいいんじゃないかな。オーバーキル。イエスイエス。ティンバスを、ティンバスをヘックス買わないな、あれ。何買うんだろう。アトス？ビーム？ビーム買いそうだな、あれ。俺 BKB にした方がよかったかな。けど BKB はな、あんま好きじゃないから。ダブルあんま強くねえな、なんか知らんけど。なんか もっと強いイメージあるんだけどな。このテラブレード不良品かな。まあ大丈夫でしょう。
6.52 ベータのこんな感じだよな今の。何行くんだろうな、死にたくないんやけど俺。臨剣のクールダウンってもしかして上がる？上がんねえわ。上がったら強すぎだよな、全員臨剣とか頭おかしいよな。嘘、ひたすらミサイルマシンになるぞ。使う必要なかった。キープできてんかな。ちょ、だいぶ遠いとこなんだけど。みんな強い。ちょっと待って。俺が出番がない。出番がない。死ね、ミサイル。よっしゃ、最後ケースだけできた。危なかった。なんか TP したと思ったしてなかったし。楽しいなティンカー。いやこれティンカーダガー使える人がやってティンカーやってた理由わかるわ。いやまあ俺が給料でダガー持ってるのも同じ理由だったけどな。こんなん楽しいに決まってるやん。ダジゴミ君とかやそらやるわ。なんか死んだん。最後はなんかもうキャリーパーで押し切ったな。インレート TB のインレート90あんのとかそんなないでしょ。死にたくない。俺もビーム打ちたい。俺が生き返るの待ってくれっつって。サタニックが欲しいって。もう終わりそうなんだけど。いけるぞ。全部リセットしました。GG。ティンカー楽しかったね。エンシェントできたらもっと早かったんだろうね。いやさっきと違ってなんかみんないいやつだったな。楽しかったですね。そんなわけでね、ティンカー編ダガー買わなくてもティンカーは楽しい。でただし低レート3000回かな。ハイぐらいハイ。いややっぱね対策されたらダガーいるかな。ダガーっても死ぬよな。基本的にやっぱダガー買った方がいいと思うわ。今回はね、いらなかった。多分あったら、俺あっても使えないからな。はい、おしまい。ティンカ、丸。次は、ミラーナですね。